どうぞ。はい、はい、自分のものってちゃんと分かるように名前のシールを貼りましょう。せーの、どうぞ。どう？川崎市も教育プランっていうのがあって、共生共同自主自立、ここを基本目標にしてるんですけど、 Google for Education が共有っていうことがベースっていうのが、その共生共同にまさに当てはまるなって、そこが川崎市とこうマッチしてるなってすごく感じてますね。今回やっぱり新しいことをやるって時に、新しい端末でみんなスタートが一緒っていう方がいいなって思ってましたので、劇的に変えようという新しい試みということで Chromebook を選んだことは良かったなと思ってます。ただ学校の担当者に一律に一回説明しただけではこれは進まないだろうってことは議論に上がりました。でマググルさんの方から、いやもうこの研修受けないと学校でギガスクール始められないですよって、まあ、強く言っていただいて、でそこからもう教育庁にまず走っていって、やりたいんですって言って、初め導入については少し課題もあるかもしれないけれど、あっという間に慣れて、お互いに刺激し合っていいものを共有し合って、子どもたちに対してそれを活用していってくれるんじゃないかなと期待しています。研修に参加してよかったなって思います。それこそ使ったことなかったので、少しでも先に触れられて体験できたことはよかったなって思います。持ってみた感じはどうですか？軽い。軽い。前のより大きいけど。覚えてます。軽い。この ID っていう、すごくなんか文字がいっぱい書いてあるのあるね。それを入力してもらいます。パスワード入れた。私と一緒に写りたい場合はどうすればいい？いけー！それで必ず聞いて、一緒に写ろう。いい？って聞いてから写ってください。せーの！あった。でクラスルームに入ってください。今日はジャムボードを使ってブルームで調べます。調べる方法はどんな方法ありますか？教科書、資料集、これじゃない？これある。学年で他の先生とやっぱ共有をこうしながら作業できるっていうのがすごくいいなっていうふうに思いました。私たちが仕事でやってるような課題を解決していくような学習にガラッと変わっていくと思います。我々の予想を超えて、事業者の考え以上のものを子どもたちがきっと身につけていくんじゃないかなって、そんな期待感ですかね。子どもたちにも楽しんでこのギガスクールで学びを深めてもらいたいというふうに思ってます。川崎市のためなんてケチくさいこと言わないので、なんか世界を変えるような人たちっていうふうなのが20年後とか出てくると僕は思います。